ちは、大久保光三です。今回のスーパーストライクは沖縄、また沖縄にやってきました。で、今日着いたばっかなんですけども、ここね、サンノリ2に明日、あの楽しい釣り、ショアゲー行こう思っててね、ショアゲーで必要な餌とかね、足りへん道具を買いに来ました。早速ね、ちょっと中入って餌とか道具を物色してみたいと思います。すいません、はい、いらっしゃいませ。ショアゲーの、ね、道具を買いたいんですけど、はい、どこにありますか？あります。あります。はい、おお、すげえ、こちらでございます。すげえ要素あるやん。はい、大変人気で。ほんと？手軽ですし、よく釣れますから、うん、まあ、もう沖縄でもバンバン売れてます。ええー、ほんと？はい、ショアゲー調子いいですか？調子いいです。おお、嬉しいね。キスはもちろん釣れますし、うん、まあ、ベラだったり、うん、ラブチャーだったり、沖縄独特の魚もいっぱい。イラブチャー言われてもみんな分かれへんけども。すいません。イラブチャー、ブダイ。そうですね、ブダイ系ベラ科の魚。ベラ科の魚よく釣れてます。ほんとですか？あの、去年ね、ショアゲーのロケ沖縄にしてるんねんけど、はい、知ってるわ、この顔。あ、そうなんです、ルミコ。はい、うちのスタッフです。今、実はね、このサンノリ2に、あのってどのやねんって。あのね、ルミコちゃんが働いてるんですけども、いますか今？呼んでます。ルミコさん、もったいつけてできたな。なんか色といい、なんかトゥースって言うてまいそうな感じやけども。トゥース言うてみる？いい言う。なんやそれ。明日ショアゲのロケ一緒にやってもらいたいんだけど、最近どう？そうですね、ここ1ヶ月、まあ、行って、まあ、台風もあって結構まあ、場所がないというか、実はやる場所がない。マイナス、まさかのマイナス情報から入りましたけど、明日は大丈夫？大丈夫です。あの、漁港周りとかでも結構やってみて、サイズ的には20センチぐらいが大体大きいサイズですかね、今のところで。やっぱ小さくて、手のひらぐらい、手のひらサイズです。それキスな話でね。そうですね。OK、わかりました。まあまあ、いろいろ揃ってんねんけども、ここでバッチリ買いまして、エサも買って、かかっても外れちゃうから、いけると思う？いけると思います。いけると。風強いですけども。風強いな。ルミコがよく釣ってるんで。ほっ、はい、じゃあ頼りにしてますよ、ね、じゃあ今日はバッチリ買いまして、はい、明日ガツッと釣りたいと思いますんで、はい、じゃあ明日からよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなもん。あ、これ青い染めやね。青い染め。うわ、すごいな。青い染めだ。青い染め。青い染め。じゃあこれでいきます。あ、これね、今日僕青い染めを買ったんですけども、青い染めちょっと硬いんですよ。磯染と誤解とあるんだけども、今日は青い染めで、まあちょっと硬いっていうか強いんで、ロングキャストしやすいで、餌取りにも強いから、まあ今日は青い染め、遠くに投げなくかもしれんし、餌取りが多い、そんな理由で青い染めを選びました。じゃあこれで明日行きましょう。アビン、You need this one。 三脚忘れて、忘れずにね、準備していくよ。はい、待っとるよ、キスが口超えたようで。今からね、これ車止めたとか海に降りていくんですけども、沖縄です、ここはね。
こういうねちょっとした草むらでもハブがおるかもしれんから、あの足元はね十二分にくれぐれも気をつけてね歩きましょう。あ、痛い痛い、足が痛い。綺麗でしょ。どうここ、いいですね。初めて来ました。初めて来た。実はあの一応スペシャリスト枠で来てもらってるんですけど、どういうことでしょうか。知らなかったです。これめっちゃいいでしょ。実はねここ穴場、僕手話芸にハマってるからね、沖縄もめっちゃ来てんねやんか。一応じゃあスペシャリストのルミちゃんに僕がポイントを教えたということで、はい、お願いします。これやりましょうか。で今日ねシンガポールからアルディがこのロケに、今回の沖縄のロケにね手伝いに来てくれてます。で、一応ね枠的には外人枠まあ4番 DH ぐらいの感じでねやってもらいますんで OK? We're talking about for the in Japanese please. It's impossible for me. OK, let's go. OK, やりましょう。困らせました。ここでお知らせがあります。今年もね、ウォーズマンヤギ君ね、なんのこっちゃか。戦う人じゃないですよ。戦いそうやけど、あのウォーズマンのウォーは魚で S でまあまあそのなんのこっちゃかわからんけども、わからん魚ね釣れたり、沖縄ね魚の方言面白いから。それを調べるのにね、沖縄の釣り魚っていう本ね、ウォーかもしれんけど、ウォーズマンだけにねこれを持ってヤギ君に登場してもらおうと。まあ他ね、いろいろ細かいことを手伝ってもらおうと思って今日は来てもらってます。頼むで。はい、よろしくお願いします。頑張ります。よし、それじゃあ始めます。これメバルタックル、メバルのプロットだよねけど、メバルタックル、これにね、イカのリール、ちょっとドラグ緩すぎるな。イカのそのままタックルね、これ06の P がついてます。で、小当ての3.5g 軽いですよ。これでやってみます。で針は小アファインの M で、一応リサーチなんで初っ端はこのライブベイト生き餌、うわー青い染めこれをつけて、もうねこんなん釣れておもろい釣りやから、ストイックな釣りを忘れて青い染め餌で釣ります。でこれとねちょっとつけ方が下手っていうか、ちゃんとこんな感じがええねんけども、これじゃちょっとでかいです。なのでカット、ブツッとね爪でカットします。こんな感じで、餌触るの嫌な人とかね、触られん人とかはワーム、あとでワームやりますけども、生餌ワームどっちでもいいです。同じ仕掛けで、これが小揚げ。今日はねもう台風接近でこの 3.5g、 3.5g やったら今飛んだんほんの 10m ぐらい、 10m なんで結構ね低学年の小学生とか、まあ女の子とか釣りをまだやったことない、初めてやる人、こんな人がやるのに非常に向いてる釣り。 10m でええねんからめっちゃ楽やわね。ただ今日はおーほら、あ、外れた。今日はすごい風強いから今やってる感じでは 3.5g とひょっとしたらめっちゃ軽すぎるかもしれん。餌を取られました1投目か当たったけど餌取られましたね。今当たりすごい大きかったからこんなキスやったかもしれん。嘘です、多分こんなもんです。よくてこんなもん嘘ついちゃいました。お、触った、ブルブル来てる、ほらほら、かかりました。手前ですね。こっちも来い、ほら2投目どっちまだったけどね、これ青虫、青いしょね、これまだ使えますねあーおもろい、ほら釣れた、ほらほら簡単に釣れます。お、
外人枠、ヘイカム、アルビンカム、助っ人外人が釣ってくれました。おアルビン君ファン。オーケー、2人とも釣れた。あ、ルミちゃんのこれ見てください。ほらこれ、ほら星が出てる、スター。 We call the 星キス meaning star kiss。 これね、星がこう出てるように見えるから、これがね、星キスって言われるゆえで、内地、まあ本土のね、本土っていうかな、本州におる白キスよりちょっと太い、ちょっと握った、ちょっとリアル感がある。まあ何リアルかよく分かるけど、なんでパープル。まあちょっと太めのね、キス。だからパープル、当たりもすごい、トリプルキャッチです。びっくりした。それそれ、あ、今天秤に来てる。餌追え、餌追え。あ、来た来た。分かれへんね。あれ釣れるわ。サイトキスフィッシング初めての試み。ここにおる。サイトでキス釣れる。ちょっと近寄ってくれへんから。来い来い。あ、来た来た。ほら来た。よっしゃー、見えた。サイト見た。サイトの月釣り超面白い。初めてサイトやで。サイト、もうこのね、沖縄の素晴らしい綺麗な海、この海のねクリア感が生んだ新しいテクニックかも。サイトで釣ったキスです。まあカメラ撮れたかな。これ撮ったら最高やけどな。言うとけどそこやで。あれ、なんやキスちゃうんかな。あ、キスもおるわ。あ、いっぱいおる、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。ほらほら、当たった。いっぱいおる、いっぱいおる、めっちゃいっぱいおる。おお、いっぱい釣ってきた。ほら当たった。ほら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 。めっちゃサイトフィッシング。これは重い。今10匹ぐらいついてきてますね。釣れました。これね、天秤で砂をするから音が鳴る。で、砂煙が上がる。で、鉱石ね、線を引いていくんですよ。溝ができるよね、ガターが。その線を何やと思って辿ってきて、そこに餌があるから食うというね。生餌でした。青い染め、青い染め、アルビンが青い染めで釣った。グッド。ちょっと戦略を変えます。これね、ちょっと長い、まあキスリーとかいろんなアジとかね、釣る竿のプロと、これ AKB ちょっと開発に時間かかりすぎてますけども、で、これワイヤーで作った日本針仕掛け。まあさばき、糸さばきがいいようにね、真ん中の糸ね、ここ天秤からのこのとこ、これワイヤーで日本針仕掛け作ってます。これにどっちも今餌つけてます。で、ちょっと遠いとこ、今当たりは手前で集中してるんですけども、あえて遠いとこ、
を狙ってみます。これで今40メーターぐらいキャストしました。投げ釣りで言うたら非常に近いとこ、この辺はどないやねんと。それを探ってみたいと思います。で、このショアテンヘビ、重たい方のショアテン、ショアテンヘビっていうシリーズの天秤ね、 7g から 18g まであります。これのええとこ、重たいのがええとこやけども、プラス重りのね、底の面積が広い、だから底をかきやすい、そこをぐじ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 変えてくるから音鳴って砂煙を上げやすいから魚が寄りやすい、そういうメリットがあります。ただ浅い、今非常に浅い、これね遠浅のエリアでやってるんで、あんまり浅いとこやとあんまり重いと抵抗感が大きい、当たりが取りにくかったりするんだけども、まあ遠く攻めたり深いポイント、漁港とかの深いポイントとか、そんなん攻めるんやったらもうメリットが非常に要素ある。いろいろ試してみなあかん、こんな釣りやけども試せることがいっぱい、だからおもろい。お、当たった、当たりましたよ。今止めてます、追い食いがないんでまた巻きます。ほら当たった、ほらかかった、ほらすぐ近く行った。遠く投げたけど結局近く。日本針で下の方の針ね、こうやっちゃいました。キスおもろいわ。当たりました。カニ？見して見して。何ガニ？何ですかね。あ、モズクガニ系やな。あ、ちゃうわ、トラ、カラッパやね、カラッパ系やね。これ何カラッパか分からへんけど、米付きガニやりました。違う違う違う、これカラッパ系、これね、ここの幅すごいでしょ、ここにいっぱい筋肉入ってて、このちっちゃいハサミで巻き貝をこう、巻き貝の渦巻き状をパキッて割って釣りよる。だからこれでちょっと挟まれたらちょっとブチって切れるぐらい痛いよ。カラッパ系、カラッパ系あったわ。でも外側がいいとか聞く。キス、うん、昔から外側って言われてる。おお。アルビンがワームでやりました。すごい、こっちも来いよ。ゴーゴーゴー。お、まあまあでかいやん。磯辺パワー。おー、めっちゃちっちゃい唇やね。スモールスモール。グッ。おっしゃ、おっしゃ、乗りました。よし。ナイスアタック。おほー、まあまあ。まあまあやね、プチ遠征してよかった。ちょっとね、遠出、歩いて遠出 100m ぐらいですけど、来た甲斐がありました。振るってきた、来た来た。ました。手前の方ですか？これ手前の方ですね。で、実は今すごく渋いんですけど、あたりが、はい、この構造さんとはちょっと違うんですけど、私はちょっとこうしないですね。自動フッキング方式っていうんですか、オートマチックな感じで、はあ、私子供にもこの仕掛けで刺せるんですよ、いつも。はあ、4歳の子でもあたりが取れる。なるほど。これ普通こう大久保さんとか通してはりますよね。そうですね、あの、はい、誘導式にはしないでですね、もうここのこのなんていうんですか、柔軟で。あ、
それでフッキングさすんですか。させるような感じにすると、初心者の子でも、私の友達も連れてたことあるんですけど、結構当たり取れて、割と数上げられるんですよね。そう、初めてのこと。誘導式より仕掛けの作り方も楽ですもんね。そうですね、こっちだとまた、うん、なんか細々とした作業がないんで、ね、ですよね。当たりもしっかりいるんですか。そうなんですよ。子供でもやっぱキスのあたり分かるんで、ブルブルとしたよとかっていうのもあるんで、だからこれをさらに助けてくれる、そのあたりに対して。なるほどね。ここのバネも効いてますね。そうですね、私はこれでやってます。了解です。はい、ちょっと天気がね、怪しくなってきましたね、ミスタータイフォン。ということで、ね、ちょっと漁港周り、なぜかというとちょっと水深が稼げるから、ここでちょっとやってみようかと思います。はい、でまあまあとりあえずやってみて、様子見ながらまたラウンドガンでポイント移動していくということで、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、アンダースタン、yes. ああ分かったです。おお、なになに、お、なんか隔てた、ウォーズマン。あ、これや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 、絶対これや、シマヒイラギ、これ、この人です。いつもはね、キス以外の方が先釣れないけど、今日はキス以外が初めて。いや、まあ、ええ仕事しましたね。グッジョブ。あーでも水が悪いな、ここ。あ、だった、もうよっしゃー、角っこ。これなんや、角っこにいました、きれい、ヤマトビー、綺麗ね、これね。ウォーズマン、お魚博士のお出番です。ありました、ニセクロホシフエダイです。方言はヤマトビー。取りやすいはずでね。お、ルミでかいのかけた。やるね、来ましたわ、聞いた、あのこっちでランニングしたらバラさないから。あ、慌ててた。これおおおおお、ビガビガビガ、アビカミン、そうランニングし、ゴーイングショア、カムカム、ビーケアコーナー、ビーケアコーナー、なかなかの山場がやってまいりました。おほー、おー、きれいきれい、スライドスライド、イエス、スライド、オッケー、グー、Already okay. Down. Yep. Okay. Hey. Oh. Yamatobi. Snapper. Yes, snapper.
ヤマトビ。ヤマトビ。沖縄ローカルラングエッジ。やっぱり港でこれが、あ、当たった。お、当たってるわ。お、お、お、お。さあどうする？さあどうする？お、よし。おお、めっちゃ引くよこれ。めっちゃ引くよ。言うの忘れてました。スーパーストライクや。おお、でかい。何これ？でかい。何これ？何これ？おお、めっさ引く。パーミット？違うわ。あはー、イラギ。ユダヤからだ。お前口とちゃうとこかかってないかこれ。マジで。引いた。沖縄この想定外の魚釣るのが面白いね。なかなかのすごいのが釣れました。これ表皮がおもろいね。でもあ、当たった。おお、よっしゃ、スーパーストライク。ガッツリ入ったね。これでかいんちゃうかな。おお、めっちゃ暴れてる。おお、めっちゃ引く。いいな。あ、これでかいんちゃうかな。これを見たかった。ほら、沖縄の星キス。でかい。大きいでしょ、はい、よっしゃ、ほら、これでもね、20センチない。でもでっかい見えるでしょ。なんでかやったら太いから。やりました。いいな、同じとこ投げてるんですけど。でしょ、いいでしょ。うん、よっしゃ。こんなとこにメジャーリングテープが貼ってあるんで、多分17ぐらいよ。あ、19や、 19.5 や。いいよ。 19.5 センチでした。今7グラムのね、ショアテンヘビーを使ってるんですけども、今下げ始め、満潮からの下げが始まったばっかりで、めちゃめちゃ流れが速いです。で、そこを取れてるんですけども、餌を安定させれない。ちゃんと引いてきたコースよりも流されたとこを引っ張ってくるんで、思ったとこをトレースできないんで。よし、お、重いのに変えます。来た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 。で、説明したらルミがかけましたね。お、でかいよ。あ、これでやっとちゃんとコメントすると思いますんで。釣れないと不機嫌で喋らないですから、この子は。もう困った。釣りました、釣りました。見てください、見てください。どんどん見てください、これ。焼けっぱちか。おお、グーノッソビゲアプレージ。イエス、グーファン。Good point. Singapore harvest this fish? Yes, we have. Really? Whiting. Whiting. Singapore is whiting. 白いからね。白ギスと一緒やね、発想は。お、アルビン、でかい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 。お、いけ、いけ、いけ。おお。何あれ。キス。ボン。
琴行き、ガクガク、クワガナや。うん、クワガナ、大きいね。琴引き。シンガポール派だよね。うん、あいのあいの。乗りました。来た。よしよしよし。また。よっしゃ。よっしゃ。これでかいよ多分。見てくださいよ。これでかいよ多分。釣れましたから。かかってるかかってる。嬉しい。イエーイ。海やったね。やったー。もう超嬉しい。やっ大きかったのに。おめでとう。やったー。もう。ああでかかったのに。超嬉しいよ。やっと釣れた。あだる。やったー。嬉しい。もうでかっ。うわあ。びっくりした。こっち。ダミアン。プラヘッド。グー。フー。マゴチ。美味しそうが出ました。グー。グッジョブ。フラットヘッド。フラットヘッド。頭平たいでしょ。フラットヘッド。おお、当たった。おお、もう一回いきます。あ、これスーパーストライクや。これよ。これよ。いいな。本音しか出てないですね。これはええよ。ほら、ほらほら、めっちゃ引いてる。これ絶対よ。ほら、でかいでかい。でかいでかい。スーパーストライク。よっしゃ、ほら。ほら、見て。ほら、今ええ言うたでしょ。でっか。これも沖縄の星傷ですわ。かしびれる一日でしたけど、絶対夕方にでっかいの釣ったろう思ってました。でも、あ、ない。あ、ジャスト20あるかないか。あ、ギリ20や。ギリ20。もう泣きの20だけど、まあ、19.9 ぐらいですけどね。20! うだもん勝ちです。 19.9 やけど。スーパースターです。イエス。シンクリア、お疲れ様でした。なんでやねん。お疲れ様でした。ルーちゃん今日どうやった？わ、風も強くて渋かったんですけど、ここの当たりがあるときはやっぱ歯がゆさ、これがすごい楽しかったですね。これがなかなか乗らないみたいなのがすっごい、これが楽しかったですね。楽しいな、うん、これ毎回釣れたらこんなおもんないんでね。なかなかかけられへん。これがたまらんね。おもろい。ハルビン、エンジョイ。エンジョイ very much、yeah. And try some new stuff, new technique, yeah. on catching kizu, and maybe I can bring some of this stuff back to Singapore. Yeah, but I enjoy very much. Thank you very much. Yeah. ニュースタイルのこの手上げがめちゃ面白かったと。でシンガポール持って帰って、俺が広めたんって言って、これは嘘やけど、シンガポールの人にも楽しんでもらおうと。So, and therefore, you caught for the two new fish. Yes. Congratulations. Thank you very much. 今日2種類のね、初めて人生初魚を釣ったのでね。You're happy. Very happy. Thank you. Yumiko is unhappy. Very happy. Okay. 僕も happy. だってこんなん釣ったもん俺。いいよ。まあまあ、何やかんや今日も楽しかった。大阪、シンガポール、沖縄の、ね、3人が楽しんだスーパーストライクでした。またやりましょう。絶対。